それじゃあどうぞただいまふふ <laughs> ただいまお父さんただいまお父さん昨日まで海外でお仕事だったんだっけふふ <laughs> お疲れ様。じゃあ久しぶりに帰ってこれたんだし 今日の夕食はお父さんの好物たくさん作るねふふ、<laughs> 楽しみにしててじゃあ先輩向こうのリビングでくつろいでてくださいわたし今日の夕食はお父さんの好物たくさん作るねふふ、<laughs> 楽しみにしてて <laughs> じゃあ先輩 私、夕飯の準備手伝ってきますから。ふふ、大丈夫ですよ。新しいお父さんと、ちゃんと話してみようと思います。本当は、ずっと逃げるつもりでした。 両親が離婚したことからも、新しいお父さんが苦手なことからも、男の人を信じられない自分からも。でも、もう、そんな自分を変えたいんです。先輩が、そう思わせてくれましたから。 先輩どうしました夕飯できたので呼びに来たんですけどあれなんだか顔赤いですよんああの二人とも何の話をお父さんお母さん こちらが、お付き合いしてる。あっお、お母さんからかわないでよもう、もう。ふふっ。そうだ、お母さん、お父さん、電話で言ってた。 進路のことなんだけど。うん。ちゃんと大学に行った方が、二人も安心でしょあえ、そ、そうああ<は>。う、うん。小さい頃の夢だから、そんなに本気じゃないんだ。 ありがとうた。ごちそうさまでした大丈夫です先輩リビングでのんびりしててください大丈夫です先輩リビングでのんびりしててくださいそそうですか そ、そうですかわかりました。ありがとう。わかりました。ありがとうございます。